はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆきです。さあ、今日は1月の28日、時間が17時ジャストということでね、今から動画撮ってきます。今日はね、ビットコインとリップルとチャート分析をした後に、気になるニュース1個ね、絞り出してきました、今日も。ギュッと絞り出してきたので、そちらもね、ぜひご覧いただければと思います。これから先ね、絶対知っといて損がない情報になりますので、ぜひね、ご覧いただければなと思います。はい。でね、今日ちょっとね、多分動画2本出すと思うんですけど、もう1本はね、ちょっとお年玉企画、まもなくね、終了するんですけど、そのお年玉企画にね、やっぱかなり、もう何回も言ってるんですけど、かなりね、ちょっとこう、幼稚な質問というか、が多いので、そちらのね、注意事項をまとめた動画出しますので、またそちらもね、お年玉企画申し込もうかなって考えてはる方は、ぜひね、ご覧いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。今日ね、動画見てもらってね、ためになったよとかね、面白いやんと思っていただいた方は、ぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押して応援してください。よろしくお願いします。はい、ではリップルからいきます。だいぶね、グググッとね、上がってきたんですよ。ビットコインキャッシュとか SV に、こうね、追従するような形で上がってきてるんですけど、僕、リップルの方がいいかなと思ったんですけど、リップルの方が若干上げ幅的にはビットコインより劣っているような感じになっておりますよという感じですね。で、リップルが今 25.388 の、24時間変動比で言うとプラス、1% 強、2% 弱という感じですね。になっておりますよというところです。で、結構ボラね、ボラティリティが激しくね、ちょっと動いてはいるんですけども、1時間してみると本当に綺麗な上昇トレンド。で、短期線にサポートされて、支えられて、グググッと上がっていってるような形です。で、ここやとね、若干、切ってないか。うん、ダウ理論的に見ても、高値切り上げてる、安値も切り上げてるということで、ここだけね、若干こう、平行線みたいな感じになってますけど、基本的には上昇トレンドと言っていいのじゃないかな、っていう風な感じです。で、多少ね、こう、ぐーっとこう、押し目をつけてきて、もう一段階上がっているような状況で、今が終わってますよという感じですね。なので、このまま短期線終わらないようであれば、ぐぐぐっと強くね、上がっていくんじゃないかなっていうふうには僕は見ております。はい。で、もう一ついいポイントは、4時間足のね、まず短期線抜けましたよというところと、あとは長期線もね、上抜けてると言っていいんじゃないかなっていう感じです。1本待っても下がってこなかったので、このまま、今度はこの長期線を、長期戦というか中期戦になるんかな、75の期間の戦ね、を支えとして、もう一段階上に上がってくるような感じはしておりますので、ちょっとこう、期待を込めて見てもいいのかなと。ただやっぱり前回のこの揉み合ったところ、26円っていうところは大きく壁になってくると思うので、もしね、この底から持ってはる方やったら、26円で一旦利確するのもありかなというふうに思っておりますので、このあたりはね、ぜひ参考にしていただければと思います。はい。なので、26、27あたりがやっぱり壁にはなってくるかなというふうな感じには見てるんですけど、まだね、ちょっとどこまで上がってくるのかっていうのが分かりづらいかなと。完全にね、この前回の高値から言うと、3ゾーンを形成しての下落と。で、3ゾーンのネックラインはもう、このあたりで切っててもいいと思うんですけど、ネックラインぐらいで止まってるんかな。もしくはネックラインちょっと抜けてくる、来てるぐらいなので、このまま前回の高値の26円のこの揉み合ったところを抜けれるのであればかなり強い上昇になるんじゃないかなというふうに思っております。ただね、このお楽しみ機能のね、みんなの仮想通貨のこのリップル円、リップルと円建ての24時間予想が思ったよりね、上昇が伸びてないんですよね。67%。あんま変わらんって感じ。その下がってる時にみんなまだ 60% も買う、上やと思ってるやんって言った時と、あんま変わってない感じですね。僕はこのまま行くと上昇でいいんじゃないかなと思ってます。前回の安値切り下げたけど上がってきて、ですね。なので、次がね、26円。ここがポイントになってくると思いますので、この26円っていうところはね、しっかりと皆さん見ておかれた方がいいのじゃないかなと思っておりますので、そこはね、チェックポイントとして皆さん覚えておいてください。はい。ちょっと日足見とこうか。やっぱり綺麗ですね。綺麗にこの短期線でサポートされてますよというところなので、ここで関して見ても、このまま短期線ゴールデンクロス起こりました。日足レベルでね、ゴールデンクロス起こったら、強い要因じゃないかなと思うんですけど、このあたりでぐーっとこう短期線が上ってきますと。で、このままサポートされてグッ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 と上がってくるんやったら、前回のね、この 26.710。このあたりは超えてこれるんじゃないかなっていうふうに僕は見ております。はい。なので、ここはね、ちょっとこう強めに、僕は見といていいんじゃないかなっていうふうに思っておりますので、皆さんのね、参考になればなと思っております。はい。では次がね、ビットコイン。
行きましょう。まあ、リプラ僕は上かなと思ってますっていう感じですね。で、これがビットコインね。ちょっと待ってね。よいしょ。で、今現状が、よいしょ。まあ、だいぶググッと上がってきての、今、押し目作ってるような形ですね。で、1,2,3,4,5 うん、これもね、もしかすると、こう、エリオット波動って言ってもいいんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、1,2,3,4,5 で、ここで修正波出てくるかもっていう感じですけど、まあ、上昇トレンドのトレンドラインも下に支えてるので、待ち構えてるので、このあたりでサポートされても全然おかしくないし、その下にも、よいしょ、ここが短期線ね、短期線。で、ここに中期線と、全部上向いてる状況なんですよね。って考えると、このままね、サポートされる、どこかではサポートされるんじゃないかっていうことも踏まえると、うん、あんまりね、深くは入ってほしくない、正直なところ言うとね。うん。なので、もう少しね、上には上がってくるんじゃないかなっていうふうに見ております。はい。ですね。100がね、多分かなり壁になるんですよね。今がね、98万、3000。で、99万まで一回上がってるんですよね。99万1000ぐらいまで上がってちょっと落ちてきてると。なんで、もう一回伸びきると、次が100触ってくると思うんですよ。なんで、現物とかで持ってはる人で、80とかから70とかから持ってるんやったら、100で一旦利確しておいた方が、確実かなっていう感じはします。うん。ただまあ、最後のね、ニュース見てもらうとね、まあ、そういう方も、こう、勇気になるというか、希望の光というか、なるかなと思うんですけど、まあ、もうちょい最終的には上に上がるんじゃないかなって僕も思ってますので、まあ、多少落ちても全然俺は気にせえへんねんっていう方であれば、全然握っとくままで握っといていいのかなという感じですね。なので、ぐーっと落ちてきて、まあ、95万付近まで落ちたとして、そこがま、サポートとして、ぐっと上がってくる。こんなシナリオも全然あり得ると思うので、うん。その5万幅ぐらいの下落ぐらい、俺には何とも、聞きもせえへんわーっていう方はそのまま握っとくのもいいのかなという感じですね。で、次がね、4時間足。よいしょ。かなり強い上昇ですよね。で、このまま行くと、よいしょ。こんな感じね。このまま行くと、ぐーっと上昇してきて、前回の、高値のところまで来るんじゃないかなっていう感じですよね。よいしょ。水平線引きますね、ここ。この辺。この辺は、ちょっと気をつけておいた方がいいかなっていうところ。なんでかっていうと、100っていう切りのいい数字でもあるし、前回叩き落とされたポイントでもあるから。うん、なので、100まで到達した時点で、利確はしておく方が僕は賢明かなと思います。ここでグッと押し目作って、もう一回上がっていきますと。で、この100に来た時点で、売りが発生してドカッと下がるみたいなことは全然あり得るシナリオなので、うん、ここは絶対押さえておいてください。100万っていうポイントは絶対押さえておくべき。特に初心者の方は押さえておいてください。上がり、上昇の強弱を読み切れる人やったらね、別に100で確実に利確する必要はないんですけど、初心者の方は特にね、100万っていうポイントでは利確しておこうが、まあ、変な損はしないかなっていう感じですね。これは、この後例えば10万幅伸びましたっていうのもあるかもしらんけど、そこは10万幅伸びる可能性もあるし、10万幅下がる可能性もあったって考えると、まあ、そのリスクをヘッジしたって思ったらね、あ、ナイスナイス、ナイス利確っていう風になると思うので、そういった形でね、マインドも整えていってもらえると、まあ、こういうね、投資にはいいのかなと思いますので、そこもね、ぜひね、押さえておいてください。はい。なので、現状はま、そこしっかり作って、90万付近でそこ作って、もう一回100万にトライしたと。なので、ここ抜けれるかどうかっていうのはかなりね、今後の、BTC の流れにも影響してくるかなと思いますので、まずはね、ここしっかりと皆さんも確認しておく必要があるのかなという感じですね。はい。なので、ま、前回のこの、叩き落とされたポイント、は確実に押さえておくのはもうこれセオリーですよね。なのでこのあたりはしっかりと押さえておくと。ここはもう間違いないので、ここは参考にというか、ここはもうしっかりと押さえておいてくださいということでございます。はい。では、最後にじゃあ日足ちょっと見とこうかな。なのでまあ次の利確ポイント100万ね。で、チェックポイントも100万っていう感じになってくると思うので、そのあたりね、押さえておいてくださいというまとめでございます。はい。で、そうやな。ここもちょっと怖いんですよね。前回叩き落とされてる。前回というか、ちょっと待ってや。よいしょ。ここ。103万。去年かな?これは。うん、去年の10月に叩き落とされたポイント。もう暴落したポイントですね。が103万にあるんですよね。103万5千。なので、このあたりっていうのも押さえて おいた方がいいポイントになると思うので、前回のこの10月の叩き落とされたポイント、
最高値っていうのはしっかりとね線引いておかれるのがいいのかなと思いますので、こちらもねぜひ線を引いておいていただけるといいかなと思います。はい、なのでまあチェックポイントとしては次が100万で、その次が前回のた最高値103万で、105万という風にね、2万刻みぐらいで、チェックポイント来るかなと思いますので、まあ、このあたりはね、目をつぶらずに、しっかり、押さえておくべきポイントになってくると思いますので、覚えておいてください。はい。というわけでね、まあ、チャート分析は以上にしとこうかな。シュワシュと見とこうか。よいしょ。うん、シュワシュもしっかり陽性になってますよね。うん。なので、まあ、僕の中では結構いいポイントかなと思います。はい。ただまあ、ネックライン作るとしてはこのあたりだと思うんで、100万ぐらい、103万ぐらいでぐっと下がってきて、で、逆三尊作って、もう一回再び上昇みたいな感じやと、週足でもね、いい感じで半減期で、こういう感じで戻ってくるっていうシナリオもなくはないので、うん、ここでこう、チャートもこう下がってくる。で、3月、4月ぐらいでぐーっと上がってきて、一気にファーアウェイするみたいなね、ことも起こりうるかなと思いますので、まあ、半減期がね、かなりポイントになってくるかなと思います。このあたりで焦点で言うとね。はい。です。はい、以上。というわけでね、次がニュース。これね、さっきの半減期の話になるんですけど、ビットコイン半減期の Google 検索急増中と。これはね、やっぱり注目されてる証拠。やっぱり半減期はね、皆さん注目してるんでしょう。うまい汁を吸った人もいるでしょう。そういう方たちが多分ね、一回離れても戻ってきてる可能性もあるので、まあ、やっぱりね、こういうのも値上がりのね、後押しになりますよね。やっぱりニュースで強く紹介されるとみんな買ったりね、興味を持つと。そうすると流入する可能性もあると思うので、このあたりで言うと、まあ、いいニュースになるんかなと思います。で、半減期の認識が新しい人々に拡散と、仮想通貨分析企業ニュースということですね。で、2020年に入ってビットコインの半減期の関心が高まっているよと。仮想通貨分析を手掛けるアーケインリサーチのレポートによると、Google でのビットコインの半減期の検索数が急増してるよと。見てください。これがね、ビットコインに起こってほしいチャートですよね。ファーラウェイしてる感じ、ムーンって感じですよね。まあ、こういうことが起こりうるぐらいの、まあ、注目があれば、まあ、本当に起こりうるでしょうっていう感じなんですけど、まあ、アーケイの調査によれば、ビットコインの半減期の検索数は、昨年の12月、2019年12月の以降、12月以降に急増したと。で、前回2016年のビットコインの半減期の時にも、検索数は急増していると。まあ、なので、興味がみんなね、向くと。やっぱり、思考が向くと、そうやってね、皆さんこう、チャンスで買おうってね、なってくると思うので、で、みんな買えば買うほどどんどん値が上がると。まあね、いい方向ですよね。こういうところで言うと。で、アーケインはビットコインの反撃に対する検索が徐々に増えていたが、ここ数ヶ月で加速していると。もうギューン来てるわけですよ。加速装置ですよ。だから、そう、加速装置よ。何言いたいかちょっとわからんかったけど。の、そう。で、指摘していると。で、半減期というコンセプトに対する認識が新しい人々に広がっているという明確な証拠だと結論付けている。で、ただ半減期がビットコインの上昇イベントになるかどうかは、コミュニティの中でも議論が分かれている。これはもう賛否両論ありますよっていうのはずっと言ってますよね。上がるだろうって言ってる人もおるけど、いや、そんな、例年みたいに上がれへんのちゃうって言ってる人もおるっていうのはね、ずっと言ってると思うんですけど、そういう形と。で、アナリストの中にはすでに相場に織り込まれているとの認識を示す人々もいると。要はもう仮想通貨のその、じゃあビットコインの半減期の、そのファンダ的にもう織り込まれてると今のチャートに。だからもうそこまで上がれへんのちゃうかって言ってる人もおると。で、仮想通貨資産マネジメントの、コインシュアーズの最高戦略責任、かっこいいな、最高戦略責任者、CSO である、メルテムさん。メルテムさんは12月来年5月に推定されているビットコインの半減期に価格が上がらない可能性はかなり現実的と発言したと。まあ、かなり現実的に上がれへん可能性もあるでということもあるんですよね。ただ一方ビットコインが半減期をきっかけに3万5000ドルまで上昇するという強気予想も出ていると。だからもうほんま賛否両論なんですよね。まあ、どっちを信じるかはもう本当にあなた次第ですっていうね、まあ、都市伝説的な感じになっちゃうんですけど、まあ、こうやってみんなの注目が集まれば集まるほど、うん、上昇する可能性っていうのも増えていくから、そこに関して言うと目をつぶるべきではないのかなという感じではありますよね。うん、で、アーケインは半減期が上昇イベントになるかどうかについては結論を出していないが、半減期のコンセプトが一般に広まることでデジタルゴールドとしての認識が広まるのではないかとコメントしていると。ってことは結局みんなが資産として持ちたがるわけですよ。ってことは買うイコール値段が上がるみたいな、まあ、めっちゃ簡単な方程式にしたよ。
けど、そういうこともあり得るんじゃないかなっていうふうに思いますので、まあ、このニュースはね、しっかりと押さえておくべきかなと思っておりましたので、こちらね、ご紹介させていただきました。はい、今日は以上でございます。はい。まだね、明日も動画出していきますし、ね、明日はいけるかな？うん。明日、いけそうやったら9時からね、またライブ配信していきますので、ぜひね、皆さん遊びに来ていただいたらなと思います。前回がね、50人集まりました。で、皆さんとね、楽しくトークできたんですけど、目指せとりあえずライブで100人集めたい。うん。今、間もなくね、もう、登録者数が2000人っていうところまで来てるのにもかかわらず、まあ、ライブ配信は50人しか来てくれないということでね、ちょっと寂しい部分もありますので、ぜひね、100人超えれるように頑張っていきますので、皆さんもね、ぜひ遊びに来ていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。ではね、今日の動画がね、あ、ためになったよとかね、あ、面白かったよっていう方は、ぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押して応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい。ではね、また明日のライブ配信、もしくは、明日の動画、あとはね、そうだな、そうね。やっぱお年玉企画もね、参加はしてほしいと思ってるんですけどね、なかなかちょっと難しい部分もあったりするので、次の動画を見てね、参加していただいた方はね、また参加で、していただいた時に、通話でね、お会いできるかなと思いますので、そちらでお会いいたしましょう。はい、じゃあまたお会いいたしましょう。バイバイ。本日も最後まで動画をご覧いただき、本当にありがとうございます。僕のね、LINE アットを友達追加してもらうと、なんとですね、無料のプレゼントを受け取れるチャンスでございます。ぜひね、まだ登録されてない方は、友達追加していただけると嬉しいです。こちらのね、QR コードか、もしくは下の概要欄に僕のね、LINE アットの、URL 貼り付けてますので、そちらから登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。あとね、こっち側が、おすすめ動画。で、こっちがね、チャンネル登録のボタンになります。このね、チャンネル登録忘れずによろしくお願いいたします。これからもね、ぜひ応援していただければと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。